はい、お待たせしました。おはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして。私は、心理からちょっと聞いてるんですかね。はい。はい。で、ちょっと心理じゃあご紹介してもらえるかな。で、今日はね、心理と前から話をしてて、まあ、今後やっていきたいことっていうのの一つに、こう若くて頑張ってる方とか、これから何かやりたい方を応援できていったら面白いよねって言って、で、みんなでね、この、まあ、今だから、愛媛やんね。そうです。ってことは、ってことは西条なのかな、ってことは。地元は西条なんですけど、お店は新居浜です。おー、なるほど。おー、松山ではないよね。新居浜で、新居浜でね。なるほど、なるほど。初めてどのぐらいなんですか。今、3ヶ月ですね。3ヶ月はい。っていうことは、マンションの一室とかで、そうですね。もともとマンションだったとこを、なんかやり直して、なんか事務所みたいな感じなんですけど、そこを借りてます。はい、あ、なるほどね。で、一人で？そうです。おお、なるほど。それはまだ何でやろうと思ったんですか？うん。なんか雇われるのが嫌で、初めは。ってことは、雇われて何年かやってたってことですか？そういう効果を。いや、工務店で働いてて。工務店、また受かったんや。工務店から工場に行くという、その発想は一体どこから来てんの、それは。美容が好きで。うん。で、なんか結構自分が美容のことに、美容のとこに結構通ってたんですよ、毎月。はいはい。で、自分がやる側になりたいと思って。うん。で、始めようと思ったんですけど。すごい行動力やね。で、何それは、じゃあ、でもとりあえずでもまあやめて、はい、どっかに、どっか、教わりに行ったの？スクールに行って。な、スクールがあんねや。はい。うん。それはどっか、近所にあったの？近所にありました、西条に。あ、西条にあって、そこでスクールを受けて。そうです。どのぐらいで出るんですか、スクールっていうのは。期間ですか？うん。期間は2ヶ月 2ヶ月、うん、それは教わるっていうことだけ2ヶ月ってことですか？スクール自体が2ヶ月で、ほう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 、そこからのなんかサポートみたいなのは、まあ、月1回ぐらいはあったんですよ。ほう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 。で、そこで教わって。そうです。でもそのままオープン。はい。すごいな。そんなでオープンするときの費用はどうなんでした？なんかもう今までのお金で全部やりました。自分で貯金してて。はい。あ、偉いな、すごいよねそれ。うん。だシーズン年一周でそれすごくない？すごいですよね。すごいかな。うん、すごいやろ。計画性があって。うん。だから多分僕らが今やってる、よくいろんな人に話をしてるのにはね、どっちかっていうと今の現状を変えない人がほとんどなんで、大体ほとんどの人っていうのは、うん、まあ、若いからすごく、まあ、まだ動きやすいはあるけど、だんだん人ってこうやり始めると、そんな簡単に飛び出すことできない、なんていうかな、今ね働いててちゃんとお給料があるのに出れない人がほとんどの時に、そのちゃんとお金をある程度貯めてて、それで自分でポンと出るっていう、まあまああれやすごいね、行動力素晴らしいですね。うん、うん、すごいね心理な。だってお前一年もお金なかったやん。一瞬もなかったです。笑えるぐらいになかったですね。だから動画でも言ったけど、心理なんか一個も買えなかったよ。何その物販ってもの売らなあかんのに、カードでね、まあお金でそれである程度仕入れてまた売っていくってサイクルでやっていくんやけど、お前のカードが何本やったの？もともと10万ですね。そうやって10万で商売するってふざけた男やったのに。すごいね、やるって素晴らしいですね、本当。本当に。で、何か今あれですか、こう思ってることとか、今何かうーんってみたいなのがあるんですか？それか今もすごく絶好調で、もう私も何も言うことないねっていう感じ。どうなの、オープンしてみて。でも全然ね、でもいっぱいいっぱいいっぱいです。もう何いっぱいいっぱいな。なんか集客が一番難しくて。ああ、なるほどね。難しそう。
今は集客は何でやってるんですか？今インスタと、うん、であの市の広告、市の広告、あ、無料みたいな感じかな。あ、そうですそうです、うんうん、にたまに、うん、うん、他は、あとはもうそのインスタから出てきた紹介でしかやってなくて、うん、今、うん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 、いっぱいいっぱいとそれをやりながらだいたいギリギリってことですか？なんかもう最終まで行ってしまったみたいな感じです。あ、もう今じゃあ本当のギリや。はい、まあやっては見たけどって感じかな。うんうんまだ早かったと思いました。あ、じゃあ何か他に変える？そうなん？あ、そうなん？いや、なんか、なんか違うことも取り入れたいなと思うんですけど。まず、まず大元に戻りますね。すごい大元に。なんでやろうと思ったの？ほんまに。なんか、もう雇われるの嫌で一人でやりたくて。その美容のことが好きやけん。うん。あ、じゃあこれをみんなにしていこうと思って、うん、やっていったものの、うん、そんな甘くはなかったみたいな感じです。なるほどねで、要は何、一番の目的は辞めて何かをやりたかった、うん、まずは雇われたくなかったってことと、もう一つは何、うん、まあ一番興味があった分野が美容なんで、まあ美容で何かないかなって探したら、うん、あ、小顔っていうのがあったからやってみたってことだから。そうですね。ああ、なるほどね。はい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 。で、誰かにアドバイスとか、その小顔のそこの学校でこうやったらいいよって教わってきた、やり方までは。やり方までは教わってない、商売として、ね、ああ、そこまでは教わってないです。あ、小顔のそのやり方の、その要は技術だけ教わったって感じや。うん、そうですね。で、今やってみて現実はちょっと厳しかったと。うん月にいくら稼げたら大丈夫な？まあ一番最低でも20。おおおおお、なるほど。一人いくら取ってんの、金額は？メニューいろいろあるんですけど、うん、一番需要というか売れるのが6000円。6000円。6000円でもあれやな、お金がいるっていうのは基本的に自分の技術だけだから別にいらないよね、それ以外。うん、そうですね。ね、ああいう、まあ、僕も S やってたんですごくわかるんだけども、もともとやってたのよ。6年7年ぐらいかな、大阪でやってて、まあうちの奥さんがメインでやってて、まあ僕はその人集めたりとか、そういう、あとその集客のことやってたんやけども、まあまあまあやったんで、ある程度はそのね、お金かからないって分かるんですよ。要は技術料だけなんで、うん、お客さんが入ってくればすごく、まあまあ、利益率はすごくいい商売でもある、うん、それ自体はね。6000円でかける、例えば20人入って12万ってことは、1ヶ月やっぱ30人いるってことだな。そうですね、30人は最低いると、最低30人はいるってことだよね、うん、数枚来てこう思ったら31日1人の客やんか、うん、でそれが今厳しいってことや。いや、でも、うん、先月は45ぐらいは来たんですよ。来てるやん、めちゃめちゃ。すごいやん。え、それであかんの？それがなんか毎月は続かないみたいな感じなんですよ。あ、そうそうさ、リピートが来ないの？いや、リピートは結構来る？来るんですけど、うん、一回試してみたいってだけの人もいれば、うん、なんか産後でこっちに帰ってきとって、ああ、たまたまやりましょうかみたいな感じで、うん、多分ね、こういうそういう僕らもそうやったんやけど、やっぱりリピートすることがめっちゃ重要で、飲食じゃないんだけど、うん、やっぱりもう一回行きたいっていうふうに定義的に行きたいってなると、そんなの客さんいらなくて大丈夫なんだよ、こういうのって、うんうん、でね、新しい人を取り続けるって前々しんどいね、どんな商売でも、うん、一発勝負になるとね、特に地元密着でやるとしたらさ、人口いっぱいおるわけちゃうやんか、アホみたいには。かといってそんな少ないわけでもないやけど、そうなるとやっぱりもう一回行きたいっていう人を
だって月に1日1人ずっと同じ人が月1回通ってくれたら30人で済むやん、うんうん、お客さんって分かるかな、簡単に言えばそんなわけにはいかないんだけど、例えば2ヶ月に1回来る人と3ヶ月に1回に来る人で、毎月1回来てくれる人、あと1週間に1回来てくれる人とか、まあ、いろんな人がおるとするやんか、うん、そしたらそんなに入れないと思わない、人数。確かに。そやね。でそれを間違って意外と新規でもっともっとってやっちゃうのよ。そこにばっかり能力がいって、今来てるお客さんのご紹介とか、今の来るお客さんとのそのもっと関係を深めると意外と簡単かもよ。で紹介キャンペーンとかやってるんだから、まあ、キャンペーンって別にやらなくていいんだけど、よかったら言ってくれるんだけどね。なんか初回は4000円とかでやってたんですけど、うんうん、結構初めの方はそれだけで、もう1回だけで来る人が来るでそれ。分かるわ。これね、また下げたら下げたらしんどいのよね。そうなんですよ。せやねせやね。だからそれもそれ、うん、それで結局はでもね、すごく物自体、物っていうか技術とかそういう自分のやってることにはすごく自信を持ってる。持ってます。おお、いいやん。でお客さんの反応はどうなん？え、結構いいですね。あ、いいね。だったらまず今いるお客さんをもっと大事にすることに方向をちょっと変えたらどうなるかな。うん、何ができるかとしだとしたら何ができます？ここがね面白くてね、人がよそがやってないようなことで、うん、別にチェーン店を作って大きくする気が今あるわけじゃないやんか、うんうんうん、まず自分がきちんと稼いで食べていけてお客さんに喜んでもらうっていう目的がね、その、うん、今やったら多分人が来なかったら不安でしょうがないんちゃう？そうですね。ね、予約入ってなかったらドキドキしたりとか、うんうんうん、そうなるよね。例えばネットで予約できるようになってる？インスタですか？例えばインターネットで予約できたりとか、まあそこまでシステムは難しいか。なんかホットペッパーとかですか？違う、インターネット、まあまあホットペッパーとか載せたら やってもらえるんやけど、あれも高すぎんねん。実際やったらな、あれもうほんまリクルートの儲けかぐらい、リクルート金持っていきよん、ね、やばいね、ほんまにね、安せなあかんわ、リクルート金持っていきよるわ言うてね、ほんまあんな、まあ、俺もあんまろくな会社だったもんね、あんなところほんまっていうの、俺もいっぱい飲食もやってて、飲食店の時もホットペンも載せたことあって、もうふわりどんがくらい金持っていくんじゃないつら。求人もすごい持っていく言うたら知ってるよね。求人出す、恐ろしい金持っていくよ。飲食のアルバイトなんか雇うための広告出すだけで、求人出すだけで何十万持っていかれるんだよ。1週間掲載で。やば。何十万持っていかれて、面接一人で行くとたきゃんと本だよね。やばいよ、飲食とか特にね、飲食の人が来ないんで、もう本当にやばいですよ。まあちょっと話する それでしまったんやけど、でもそれぐらいやっぱりね、集客っていうのにみんなこう集中するんだけども、うん、一つは、今やってるのに、その Google マップに乗るとかもやってる？あ、やってないです。いろんなことがね、実は情報がいっぱいあって、簡単なお金をかけなくていい集客方法ってめちゃめちゃあんね。でもね、ちゃんとね、冷静に、まず、本当にちゃんと、落ち着いてみればね、そういう情報って5万って今もう、ほぼ9割ね、人に教わらなくてもね、YouTube に行けば全部載ってんの、やり方って。実は。うん、答えはね、ほとんど今、インターネットが、もう今、こういう時代やから、うん、お金払わなくても全部やり方っていうのは、あ、これを一個やったらいいんやって、詳しく教えてくれる優しい方がいっぱいいるんでね、ぜひそこで一回学んでもらってね、一つやり方を、いろいろやってみ、試しにやってみたいと思います。時間があるんやったら。確かに。うん。多分ね、何もやらずに考え込むと、すんごく不安になると思う。うん。うん。そうですよね。これね、心理が昔あった状況と同じでね、彼が、そのやってる時に、このビジネスを教える時に、途中でね、うまくいかなくなって、やめるって言い出したの。でね、もう僕には無理ですとか言ってね、一人でやってるやん、こうやって一人で言ってね、やって、それをパソコンの前で永遠、パソコンの戦いやから、それに自分がだんだんこう、どん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 落ち込んでいってね、うん、で勝手に自分で暗い世界に入っていってね、僕は無理です、やめます、みたいなこと言いやがってね。で、アホか言うて、大阪公演言うて、一日一緒にいたんですけどもね、うん、でね、分かることは、やることがないから落ち込むねんな。うん、暇やねん。暇なんです、意外と。
はい、考えて考えて考えて何もやってないんで、結局暇なんでね、そういうこと考えちゃうのよ。暇じゃないですか、来ないから客が。でどうしようってとこにおらへん。います。そうよね。まあどっかのまた機会で話したいんやけど、一つの枠があるときに、今ねやってきたことの中でこう難しいっていう、なかなか難しいよねっていう枠に入ってるのよ、一つは。あ、だからそこのフレームでいる限りずっと難しいことになるのね。でももう一回思い起こしてほしいのは、三浦さんはなんでやり始めたのかっていうことなんですよ。お、もう正直に言ってもらっていいんやけど、まあそのやっておられたくないってもわかるし、でもう一つ、金持ちになりたかったの？それはないです。それはないの？でも誰かと違うことをやりたかったです。それはない、違うことをやって周りの友達とかさが、あんたすごいよなって言われたかった？あ、でもそれはあります。正直でいいっすね。僕らの欲求ってほとんどそういうことが多いね、結局は。例えばすごくいい服を着たい、いおしゃれしたい、それとかいい車乗りた男だったらね、それとかいい家に住みたいとかいろいろあるんやけど、基本的にそれってそのものとか何かに例えてるだけで、本当はね、そんなに僕らもそうやけど、今でもそうやけど、そういう車乗ってそういうとこに飲みに行ってたんだってチヤホヤされたいだけやねん。で、お前すごいよなとか言われたいんやんか。要は承認欲求にね、もうそこにもうほとんどの人はハマってんのよ、本当のところ。でもそれが全然悪いわけじゃないんだよね。やる意味になるから、自分がそこになりたいっていう。それはすごい欲求で。ただその欲求からもう一歩上に出た方が簡単になる。みのさんに聞きたいんだけど、その一番やっててよかったって思うとき、今の仕事をね、体験的に一番いいと思ったのはどういうとき？やっててよかったなと思ったときって、この仕事。お客さんが小顔になったとき。小顔になったよね。そんで小顔になったことに対してミノさんが、ああ俺私やったわって喜び、それとも自分がこうやってできたっていう喜び、うん、の時に一番こうやった私これやってよかったと思える、思います。おお、例えばこんな場合は、そういう場合までね、自分がやって思った通りになったっていうことやね、うん、思い通りになったわっていう、その自分のイメージした通りになったっていう喜びがありますよね、うん、それとは別に、じゃあもう一つとしたら、お客さんが鏡見て、いやめっちゃ変わったやん、ありがとうっていう、どっちが嬉しい？後の方が嬉しいです。そうやんな。商売ってそこやね。僕らの魂の喜びってそこにあってね、実は。特にそういう人の肌に触れたりとかなんかするときって、お客さんが変化して、だってさ、僕らはさ、例えばうちでもエステやってて送信とかやってたんやけどね、うちのスタッフは、あの人なんとかさめっちゃ痩せたわって、やった私の技術って言っててもね、お客さんがね、いやちゃうねん、ここはもうちょっとこうなってほしいねんって言ったら、ヒュヒュヒュってなれへん。でも私、いや頑張ってるけど、いやちょっとこの痩せと思うんですって言った時、お客さんが鏡見て、いやめっちゃ変わってん、ありがとう、めっちゃ嬉しいわ、言ったらスタッフが大喜びやんか、やってきたことにすごい喜び感じるやん。そこや。ってなったらすごくやる気って湧いてこない？もっともっと広げようと思わない？なります。なるよね。それが目的やない、一番の。うんうん。ってことはね、仕事のほとんどって誰かの問題を解決するためにあるんだよな。わかりますかね。全ての仕事ってお金と対価でもらうことっていうのは、要はやったことに対価をもらうわけやんか。これってお客さんのお困りごとを解決してお金をもらってんねやんか、全て。はい。これどんなものもそうで、例えばアマゾンがなんでこんな流行ってるかって言ったら、注文したらすぐ来るやん。で商品が探さなくてもそこにあるやん。いちいち店探しに行かなくても翌日着くやん。早いものなら。これお客さんの全ての問題解決してない？確かに。そう。
そうなんです。ということは、みるさんの問題って何？お客さんの問題って何かな？肌悩みとか。うん。お客さんの持ってる悩みって何？顔が大きいとか。そうやんな、簡単に言えば。うん。ちっちゃなったら？ちっちゃなったら。かわいいなんじゃん。ごめんな、難しい質問じゃなかったけど、せやがそれを解決してあげてる仕事やん、うん、って言ったら顔に問題になるいろんな悩み持ってる人を集めたらいいだけやん、うん、っていう広告出してる？まあ、出してないです。多分ね、ほとんどの広告出すときに出すのはそういうキャッチもないねやんか、基本的に、うん、多分小顔になります、小顔矯正やってます、どうぞみたいになっちゃう。なんか、うん、そうですね。で、ビフォーアフターがちょっとあるぐらいの感じの。うん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 。うん。それ変えるだけでも大きいない？うんうん。で、多分インスタで上げてんのも、今日こんなお客さんやってこうなりました、上げてんの。うん。お客さんこうなりましたみたいな上げてるわけ。うん。うん、もうそれでいいと思うよ、ビフォーアフターは。それはそれで非常にいいんだけども。じゃあ、その本当の悩みとか、本当に彼女たちが何を求めてきてるかってことが分かってあげると、なんかもっと違うことを広告できるかも分からへんよ。もしかしてさ、その喜び、顔がちっちゃなって喜びって、そこにこう付随するストーリーってめちゃくちゃない？うん。例えば、トシがその、今だから、ごめんね、トシ聞いてもよかったかな。はい。いくつやったかな？次23になります。若っあのだね、23の例えば女の子たちが抱える問題って、例えば可愛くなって彼氏欲しいとかすごく大きくない？例えばうんうん、だったら小顔中月に1回例えば勝負をする日に小顔になっていったら彼氏できたとかすごく良くない？確かに。それがストーリーとして書いたら面白くない？インスタにそれを、うんうんうん、顔の中